道路がですね、水が溢れていまして完全に見えなくなっています。大雨で繰り返し起きるのが鉄道や道路の下を走るアンダーパスと呼ばれる道の冠水です。大量の雨水が流れ込み車が水没するなどしています。道路が冠水しやすい地点は県内に62箇所あるとされ、交通規制は県が管理する道路だけでも今年すでに3回ありました。そのうちの一つ、安芸郡海田町で JR 呉線の高架下を通る通称海田アンダーです。当時の状況を聞きました。一番高い水位でですね、2.4 メーターぐらいですので、ちょうどこの歩道が全部隠れてしまう、そういった高さまで水がありました。車はどういう状況だったんでしょう。そうですね、おそらくその当時はですね、まだ水深がそんなにない状況で車が侵入してきたというふうに思います。で、身動きが取れなくなって、みるみるうちに水が集まってきて冠水してしまったという状況だと思います。車がアンダーパスに侵入した際は水没するほどの深さではありませんでした。しかしエンジンが止まり、急激に上昇した水に飲み込まれました。車が冠水した道路に侵入してしまうのはなぜなのでしょうか。侵入してしまって思いのほか深かったということで、身動きが取れないというケースがあります。で、車の大きさ、車高の高さ、形状とかですね、走行する速度によっても違うんですけれども、前の車が通行できたからといって、自分の車が通行できるとは限りません。どれくらいの深さまで持ちこたえられるかは車種や速度で異なります。これは水深60センチでの実験です。車高の低いセダンでは巻き上げた水がエンジンルームに入ってしまい通過できません。車高の高い SUV は時速10キロではなんとか走行できましたが、時速30キロになるとすぐに止まってしまいました。どれくらい使えると車が止まっちゃうと思っていたらいいですか。はい、水深が、タイヤの半分を超えてしまうと走行困難に落ちるケースがあります。半分、もうここですよね。そうですね、はい、タイヤ半分が危険ラインになります。しかし実際に冠水した道路では水深も水の中の様子もわからないことがほとんどです。冠水道路に遭遇したらですね、安易に侵入せず、迂回するということが大事です。まずはですね、危険箇所を通行するようなそういったルート選択をしないというのが一番大事かなというふうに思います。